筒香義友さん DNA 近日中合意。 DNA への復帰が決定的な筒香義友外野手が近日中に契約合意することが14日分かった。交渉は最終段階に入っているとみられ、細部の条件が整い次第正式決定となる見込み。今季はジャイアンツとマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーキャンプに参加したが、3月21日に退団となっていた浜野大砲が5年ぶりに古巣のユニフォームに袖を通す。決まったか。確定やん。よかったな横浜ファン。これは信頼度高い。そう考えたら横浜ファン嬉しいのか。これ入団してくれるだけで嬉しい。打ってくれたらなお嬉しい。まあこれが丸いやろ。巨人入りとは何だったのか。引退後の待遇も生え抜きとそれ以外で差をつける球団やし、筒香は完璧でも受け止められるの横浜だけやろ。筒香帰ってきたらサノレットに戻るんだ。またあの応援歌聞けるんだな。変な外人よりは熱やろからな。まあそらさすがに横浜やろ。複数紙が報じてるならさすがに決定的なんやろ。2番筒香とかやるのかな。5年契約とかで引退までルートかな。出戻りの野手は基本ある程度は通用するんよな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。